マイケル・リチャーズは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン。カリフォルニア州カルバーシティで生まれ、エバー・クリーン州立大学で学ぶ。その後、インプロ劇団での活動を経て、ビリー・クリスタルのテレビスペシャルや、ABC のコメディ番組、フライデーズなどに出演し、1989年公開の映画、パロディ放送局 UHF では準主役を務めた。 1989年に放送を開始した NBC のテレビシリーズ隣のサインフェルドでメインキャラクターの一人コズモクレーバー役を演じて人気を博し1998年の番組終了までレギュラー出演した2000年 NBC で自身の冠番組ザ・マイケル・リチャーズショーがスタートするも低視聴率のため2ヶ月で打ち切られる 2006年11月17日、ハリウッドのコメディクラブ、ラフファクトリーで、スタンダップコメディを披露していたところ、黒人客からヤジを飛ばされる。これに激怒したリチャーズは、客に向かって叫び、ニーガという黒人差別用語を連発した。同月20日、リチャーズは、CBS のトーク番組、レイトショーイズ、デイビッド・レターマンに出演し、カットなり、我を失ってしまった。 私は、レイシストではないと釈明した。tmz スタッフ、クレーマー S、レイシストチラで、コートオンテープ。inthezone.tmz.com。2006年11月20日閲覧。マリエルコンセプシーン、コメディアンマイケル、クレーマー、リチャーズゴーズイントゥーレイシャルチラで、バンドフログラフファクトリー。 newswire.vive.com2006 年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年11月21日閲覧 washingtonpost.com サインフェルドコミックリチャーズアポロジャイジズホーレシャルラントハット TV グルーブ隣のサインフェルドマイケルリチャーズが人種差別発言 TV グルーブ 2015年10月4日閲覧、ありがとうございます。